すげえ、めちゃうまそうじゃない？うまそう。こんにちは。暑いですね、エリカさん。明日、今日でお盆も終わりです。どうでした？今年の特別な夏は、エリカさん。ね、ずっと仕事してたもんね。おかげでだいぶ、鼻水も止まってきました。喋り声もだいぶ戻ったでしょ。昨日鼻声だったもんね、なんぼがね。はい。で、今日はあれだ。今日はダイエットじゃないんですね。あれ。しえちゃんとカレーを作ろうと思って。しえちゃんも明日から保育園始まるから、しえちゃんと一緒にカレーを作ろうと思ったんですね。で、さっきたまたまこれ届いてました。幕末志士のグッズプレゼント5月です。これたまに届くもんね、抽選したらね。でもこれ全員プレゼントだから、こういうのまあ中身は見ていないので何が入ってるか見てみます。だからマグカップでこれ持ってきちゃった。だからマグカップもこれを持ってきました。知ってますか、幕末志士。あ、でもその前にこっちあげよう。その前にこっちを開けます。これは何でしょう。中身を見てみます。さっきね、一緒に買ってきたもんね、これね。いい？箱開けから、パパいい知恵だ。パパ箱開けます。ちょっとお湯はここに。あ、いいよ、全然いいよ。お茶なくなっちゃったもんね。お湯開けます。お湯開けます。ゼンハイザーの瀬戸さんが紹介してたやつ。瀬戸康史さん大好きです。MKE600。長らく具合が悪かったんで、あれだ、なんつうの、自分なりに、ティッシュ食べてる。長らく具合が悪かったので、自分なりに回帰祝いですね。なので、このマイクをしえちゃん、取り付けてみましょう。カチカチやんね、これでも。すごいカチカチやね。あ、いた。これで音が変わりました。さっきのとゼンハイザーをつけました。あ、マイク動いてるからちゃんと使えてんのか。後で見て比べてみようね。よし、したら MKE の600のマイクの取り付けは終わりました。続いて幕末志士が何を届けてくれたかを見てみます。でも幕末志士、今メンバー変わっちゃった。坂本さんと中岡君になっちゃったから。これだわ、マウス、なんつうの、マウス置き。ありがとうございます。いいね、これに変えよう。よし、これもまたしまっとこう。そしたらシエナ、早速本題ですけども、長らくお待たせしました。シエちゃんと一緒にあれなんだよね、圧力鍋を使ってさ、うちの圧力鍋が壊れてしまって投げちゃったんだよね、ガスで使うやつ。だから今回はあれなんだ、電気で使う圧力鍋を買おうと思って買ったんですけども、だから今度はね、ご飯もこれで炊けるんだよね。だから炊飯器もじきじきに、もしかしたらこれと入れ替えになるかもしれないですね。しえちゃん危ないよ。一回いい？しえない、いつ持ってきちゃうか？うん、いつ持ってきちゃう、したら。よし。これよかったら座って。よし、したらいよいよ開けてみましょう。パナソニックの SR-MP300-K だわ。これが俺らのさ、家の問題はさ、炊飯器と入れ替えるときにさ、タイマー機能がついてたら入れ替えても大丈夫そうだよね。炊飯器だいぶお釜がガビガビになってきちゃったからね、くっつくようになっちゃったからね、いざとなったらこっちと入れ替えましょう。あ、じいちゃん、これあれも入ってるわ。これママにはいしてきてくれる？ママにはいだ。マジあっちにいるわ。おー、すげえ、こんなになってるんだね、しーな。実際家に来たらいいんだ。はい、こんな感じです。しーちゃん、したらこれでパパと一緒にチキンカレーを作って、ママの家に持ってって、ママのママがご飯炊いてっから、カレーのルーを作ってさ、持ってってみんなで食べよう。さっきシエナがね、散歩してる間にね、パパね、野菜とか切っといたのよ。だからちょっと焼いてみてさ、いい？やってみよう。いくよ、したら。えいえい、おー。イエーイ。まずは洗っていきましょう。何もやってないからね。これにレシピが書いてるから見てみよう。まず洗ってきましたね、しえさん。はい、ありがとうございます。しえさん、一回ここにいてね。はい、よし、洗ってきましたよと。したらパピとしえさんは今日カレーを作ります。あ、自動調理とか書いてるわ。エリカ、ここに密着とか書いてる。そしたらさ、自動調理でもうボッコボコ入れたら終わりだみたいなことなのかな。おいしそうだね。そしたら今一番近しいものはどれでしょう。あ、ビーフシチュー。シエナと最終的にルーは分けないとダメだから、煮込みのところまでね、やりたいよね。シエナはもちろんまだ辛口はちょっと食べれないからね。あ、スタンダードカレーがあるわ、シエナ。スタンダードカレーを見てみましょう。豚肉を切って、あ、シエナ、これもう全部ね全部自動でできるわ。豚肉だから、今日は鶏肉があったから鶏肉もやるでしょ。チキンカレーを作るでしょ。だからチキンカレーが作って、圧力鍋 A の蓋を入れる。蓋の重り密着に合わせて。だからもう全部切ったらさ、ぶっ込むだけなんだ、エリカさん。ね。なら早速どんどんぶっ込んでやってみましょう。どんなもんか。なんかさ、しえちゃん、さっき俺さ、圧力鍋だったじゃん。だから結構張り切ってさ、切ってきたんよ。見てくれます？だから俺がもうさっき切った野菜があるから、キャベツとか人参とか玉ねぎとかね、でピーマンもあったからピーマンも入れて、昨日の焼肉の余りの野菜も入れましたよと。だからこれをもう鶏肉から全部ぶち込んで加圧したらいいってことだよね。自動調理モードって感じでしょ、きっと。じゃあやってみましょう。じゃあ鶏肉を入れます。鶏肉はもも肉1枚だね。野菜全部入れて大丈夫かな。結構量あるんだよね。ちょっと心配か。ちょっと野菜切りすぎたかな、張り切って。あ、でもいけそうだな。よし。よし、これで終わりらしい、シエナ。これ1番なんだって。1番？うん。何が？シエナが？カレーは1番自動注意。よし、オッケー。おいしいね。シエナ舐めないで。シエナ舐めたら食べたら危ないから。シエナこれお水をね、お湯を入れますよ。ここにさ、調理マックスってところがあるから、ここに合わせて入れましょう。こんなもんでいいかな。もうちょっと入れた方がいいね、きっとね。もうちょっと入れてみっか。よし。いいね、シエナね。うん。したら、この蓋を閉めます。こういうことか。どの辺に行くんだこれ、蓋。ここに閉まるって書いてます。そして密着にするんだな。これ密着になってる。うん、これでやってみよう。試しにどんなもんか。じゃあちょっと置いときましょう。落ちました。よし、開けてみようと。お、こう音が鳴るんだね。開けてみます。お、あ、大丈夫そう。おお、グズグズしてる。あ、柔らかそうだよね。なんかあれやってみっか。あ、大丈夫大丈夫。もうスーッといくもん。全体的に火は通ってるって感じだ。そしたらこれ蓋閉めて、ママのとこに持ってってママにルート入れてもらおう。もう家着きました。これスタートにしたらいいんだね。ちょっと冷めたから煮込みにしてルー入れましょう。シエナの分ね、分けてるからうまそう。あー、うまそう。すげえ、めちゃうまそうじゃない。うまそう。めちゃうまそうやんけ。よかったな、これ買って。なんかこの鶏肉が、鶏の身の部分がさ、こうホロホロになるのはなんかあれだよね。普通の鍋っていうより圧力鍋だからこそみたいなとこあるよね。ちょっとよそってみる。うまくよそえる。うまくよそえるか。うまそう。めちゃうまそう。野菜をしてるな。野菜。足ある？うん、めちゃうまい。野菜の味溶けてる。うまい。シエちゃんが泣いてるのでまた失礼します。お疲れさんです。